中島文彦は日本の獣医師。競争場生産牧場ノーザンファーム早北城長。北里大学獣医学部卒業。日本軽手場協会での獣医師としての勤務を経て、1999年にノーザンファームに入社。2013年より本場であるノーザンファーム早北の場長を務めている。ノーザンファームの生産場が大レースを制覇したときは、 代表の吉田勝美と並んで、マスメディアに、喜びのコメントを出すことが多い。年々拡大を続ける、巨大牧場農山ファーム本場の場長として、繁殖品場の配合相手の選定、クラブセールへの生産場の振り分け、施設管理、人材育成、状況など、多様な業務の指揮をとっている。配合については、当日朝の繁殖品場の発情状態を見てから、 ヤシロダイスタリオンステーションの空き状況を確認し、代表である吉田勝美に確認を取った上で種ボバを選定している。牧場が力を入れている繁殖品馬の導入にあたっては、副代表の吉田俊介と共に世界中の繁殖セールに出向き、吉田勝美に最終決定を委ねた上で、毎年20から30頭の品馬を購入している。ディープインパクト3区について、 ディープの子は馬房を出た瞬間にわかります。足元が軽い馬が来たなと思ったら、ディープサンクなんですと語っている。ありがとうございます。